バランスよく取らなければダメなんですね。お肉もあのね、糖質制限の方たちが糖質取らないの結構ですけど、肉だけ食べたらいいと思ってる人いるのね。でこのままアホだね、またね。肉食べて野菜食べなきゃダメでしょってことです。肉と野菜だけ食べたら大丈夫ですね、という非常に簡単な話。はい、さあ、そしてね、これも覚えててください。覚えなくていいけど、自分も家族も子供もね、ね、病気がいたら辛いんだから。自分が病気になっても辛いし、家族が病気になっても辛いんですからね。でね、栄養状態っていうのは人間の全ての能力に影響します。それから栄養が足りないとね、うつ病から認知症から発達障害、エネルギー、生活習慣病は起きますから、間違いなく。で、ここに目を向けないと、どこに目を向けたらいいの？うつ病や認知症や発達障害、エネルギーや何かが、食事が何か問題なんだ、何かの栄養が足りないんだって思ったら、自分で見つけられます。で、そこに目を向けないと、ちゃんと気をつけて食べてるのにっていうレベルでいると、今度は何が悪くなるわけ？先祖供養が足りないか、墓の向きが悪いか、ちゃんとお参りしてないんでしょう、ちゃんとこれを拝まなきゃダメでしょうっていうレベルになり下がるわけです。あ、ね、それ拝んじゃいけない人じゃないの、拝んでいいんですよ、素晴らしく。マインドのためにはね、その方がいいと思いますが、そのせいにしちゃダメですよ。だからちゃんと栄養を入れることね。だから私たち人間の活動力は、体と脳の発育が完全であるのが高いレベルで能力は発揮しますから、活動力も本当に。栄養失調は発育が妨げられ、特有の能力を発揮できない、ある能力が発揮できません。精神面は傷つけられます。死につながります。すぐ傷ついちゃう。傷つけって言ってないんだよ、勝手に傷つくんだよ。だから食べ物に配慮しなきゃダメなの。さあ、皮膚が痒いとかね、痛いとかって辛いです。頭が痛いのも何もかもね。だからこういうのも全部きちっとした栄養なの。髪も皮膚も爪も全部栄養物質によってなんです。根性は二の次なの、ということですよ。そして意識とか無意識というのがなぜだかあるのね。不思議ですね。ですから、あの、心と体両方自分にあるわけですから、ですから食べ物のこともう一回見直しますよ、これで。ご自分の食事見直してくださいね。炭水化物、糖質、これはエネルギー源になるんですか？どっちでもいいんです。タンパク質は朝食べました、どれぐらい取りました？タンパク質どれぐらい取ったの？タンパク質取ってこないんでしょう。あのね、お勉強すれば分かる話ですが、これね、ちゃんとやっておかないと、後から足りないって分かっていても慌ててもすぐに取れませんからね。例えばこのタンパク質をしっかり取ってなかったら、だん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 腸が これホルモンって食べたことありますか？ホルモンある？ホルモンよく食べる人、あ、食べないの？ホルモンダメだね、これは。焼き鳥屋が食べない、いや、もちろんこれ買ってくれていいけど、でも焼き鳥屋、あのね、ホルモンぐらい、レバーにハチに他のホルモンを食べなきゃダメですよ。あのホルモンと自分の腸とそっくりなんだから、食べないと自分の材料できないんだよ。タンパク質、卵食べる、魚食べる、肉食べるってやってたらいいよ。やってないとこれが薄くなってくるの、こうやって薄くなってきちゃうの、このペロペロになってきちゃうの、こうやってこういうふうになってきちゃって、こうなってきたら、ここにね、
腸内細菌なんかいられると思う？腸内細菌で乳酸菌100億個なんて言ったって、100億個入ってったって素通りしますよ。これここに受け手がないんだ。例えばここにアミノ酸がいっぱいあったら、そしたらこれが入ってきたら、例えばこのアミノ酸が1000入ってきたとしてね、ここに1000受け手があったら、これでサッ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 ってサーッと入ってきますよ。言い方わかんないかな、これ難しいね。例えばカルシウムが十分にあったとしてるんですよ。十分にあってカルシウムイオンが1000ここに用意されていたら、カルシウムを入れたらここで全部スー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 ってプラスマイナス作っていってさーっと吸収していきます。ところがずーっとカルシウム足んない、歯は悪いしもう全然イライラしちゃってるし、カルシウム足んないからって、これが300しかなかったらいきなりカルシウム1000取ったって300しか入らないから、だからじわ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 栄養って増やさなきゃいけないの。クローン病の人と話したってね、タンパク質が足んないんだから全然、だからよくなりようがない。だからじわ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 、あのね、もうね、もう最近言うの飽きてきてるんですけど、いい？朝ね、グリーンを小さじ1杯でしょ、人参小さじ1杯でしょ、でプロテインはいっぱい入れてもすぐ吸収しないからプロテインも小さじ1杯でしょ、でミネラルも 10cc ぐらい入れるでしょ、で水 180cc 入れてシャ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 って飲んで、で周りをきれいにゆすいでまた水を飲んで、それから1時間経ったらまた作ってまた飲んで1日10回飲むと、そんなにですか、面倒だから3回でダメです。3回でもってさって吸収できるような能力もないんだもん。じわ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 入れなきゃならないと知っておいてください皆さん。だから朝から僕もプロテインはタンパク質はだいたい朝アレマオリで 30g から 40g ぐらいかなは入れます。で皆さんは夜はだいたい魚か肉か時々納豆2パックとか、この間 40g だったから3パック食べました。納豆3パックしてるんでね、で卵の黄身を入れてくる、でネギカーって刻んでタンと入れて、そしてそれだけでもお腹いっぱいにならないからご飯の代わりにはんぺん、あの時ははんぺんでした。で皆さんどうやって食べるの？もしもし、タンパク質食べてる？ちゃんと食べてますよね。あのね、もう足りないからってね挽回しようと思って間に合わないからね。毎生活習慣病、毎日じわ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 入れとかないとダメなの。何でも同じですよ、運動でも同じですよ。もうね、僕なんかね、もうね、膝が痛い、関節が痛い、さ、肩が痛い、何が痛いって、もう71過ぎて72になる直前ですけど、もうね、たまんないんだから痛くて、で動かないでいるとずっと痛くなる。そしていろいろ家の中でも体操をやって、やってくるとね、だん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 肩なんかね、もう痛くて痛くてたまんなかったのがね、だんだん動くようになってくるの。これね、2日休んじゃったらもうダメね、また元の僕らに。だからちゃんとやらないとダメなんですよ。だから食べ物も同じなのということなんです。だから患者掴んでくださいね。こうやってじわ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 命の鎖栄養チームを入れなきゃダメなんです。そしてその中でミネラルね、これが大切。ミネラルっていうのはね、あのね、ミネラル麦茶飲んでるからいいのってそういうレベルじゃないからね。ミネラルウォーター飲んでますからって、ミネラルウォーター飲んでてミネラル取れるんだったら水道水だってミネラル取れますから、お気をつけください。ミネラルを入れとくと神経組織を強くする。無神経になるって意味じゃないよ、神経組織が強くなる。そうするとね、通達が早い、トゥ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 って速くなるわけ。細胞を生き生きと若返させる、新しい髪を生えさせる、心臓の働きを正常にする、そりゃそうでしょ。ミネラルでちゃんとこういう地球の磁場があって、プラスマイナス南極 N 極 S 極があって、そして体の中いろんなものが突き抜けていきながらミネラルの
気温のプラスマイナスでこう動いてこうやって動くんですから、ね、だから心臓でしょ、疲れ取るの早いミネラルになるとエネルギーを生み出す力すごく強くなる。それから思考力を向上させ、精神を落ち着かせ、情緒豊かにするっていうわけです。ミネラルが足りないとね、そこうならないんです。ですから甘いもの食べて菓子パン食べてたので、もう情緒なんか豊かに絶対ならないから、キリ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 しますから。もう自分がそうだったからよくわかりますよ。そうってやっぱりこれなんですよ。これをどのくらい取り入れるかってことなのね。でよくね、塩っていう人がいるのね。塩もミネラルですが、でもね、このミネラルと塩のミネラル、何が違うと思います？塩でミネラルだって言ってる人がいるんだけど、ちょっと違うでしょうっていうことを言ってみますよ。まずね、塩の場合にはナトリウム多すぎる。これらにナトリウム全部入ってます。入ってますよ。だからこういうの食べたらナトリウムも取れないわけじゃない。取れます。それから次はね、粒子がでかすぎる。こっちは粒子がでかすぎるってことは、この粒子がでかいのを私たちの胃袋の胃酸でもってこれ砕いていかなきゃいけないわけ。砕いていくから塩なんかに入っているミネラルとかサプリメント的なミネラルとかあるじゃないですか。ああいうものでせいぜい胃酸で消化していけるのは 30% ぐらいだと思います。ところがこちらは胃の力借りなくても、この植物の根っこの酸が胃酸のような液を出してほぼ全部吸い上げてくるやつは、ものすごいナノ単位になっている細かいミネラルがこの中にいっぱい入ってますから、これは吸収するのに努力いらないんです。胃酸の努力がそのままさっと入るんです。だからやっぱり無農薬もこれを取らないとダメなわけっていうことね。この違いを知っておいてください。はい、さあ、そしてね、ミネラルが私たちの人生にとても強く影響していることを、もういろんなね、国が明らかにしてってるんですよ。人格が変わるほど十分なミネラルが補えたとき、話し方からマナー、明るさまで見違えるように豊かになるんだそうです。人格が変わるんだそうです。そしてミネラルは筋肉作りから神経伝達から血液体液の栄養コントロール、私たちが生きることそのものに直接関わっています。心理的、精神的、経済的、環境的原因だけで学校嫌いや仕事嫌い、学力低下、切れる、幼児虐待などは起きません。必ずミネラル欠乏です。ミネラル、ビタミンをきっちり入れないとダメなんだっていうことですね。はい、でこれアメリカ議会の古い記録です。264番という古い記録でね、我が国のこれ古い時代からアメリカはこういうこと言ってるんですよ。我が国の指導的な権威者たちはアメリカ国民の 99% がミネラルの欠乏に陥っている。ミネラルはバランスが壊れても、わずか何種類かのミネラルが欠けても体が要求する量は顕微鏡的な微量に過ぎないにもかかわらず、我々は病気になり苦しみ、命を縮める。明らかにタンパク質や糖質、脂質、ビタミンよりも人体の健康はより直接的にミネラルによって支配されているってわけです。例えばね、雪国で雪がいっぱい降って、でその雪が降った畑ってね、僕あの雪の中にね、微量ミネラルいっぱいあると思います。それが土に住み込んで、それを野菜が吸い上げて、あれを野菜を食べたのと雪がなくてって言うと全然違うはずですというね、ことね。でね、良い栄養で血液の質を作って、血液循環によって健康の相乗効果は得られます。相乗効果でね、相乗効果っていうのはすごい効果でね、相乗効果、あのね、1たす1は1たす1は2で普通は言うんですね。ところがこういうあのね、嫌な例を見ると
体がちょっと体が反応しちゃうけど、これ、ね、川が流れています。水がこう流れてる、水がこう流れていってるんですよ。ここにたった1キログラム、1キログラムの水が、石が水でゴロッゴロッて流される、そういう水の流れだとしますよ。この水が、これが1ね、もう1、これね、倍になるわけ、1たす1になるわけ。そうすると果たして何キロの石を流すことができるでしょうっていう、これはちゃんと物理の問題であるんです。で、何回も話してるから聞いたことある人いるでしょ、何キロ、トモちゃん覚えてる、覚えてない、覚えてない、坂田さん覚えてんだろ、64kg の石を流すんですよ。1冊1は64なの。すんごいパワーになるわけ、相乗効果ってのは。これが逆にね、嫌なのは、あの津波の時のようなね、ああいうもうめちゃくちゃなパワーでうわーって全部流されちゃうじゃないですか。でもね、これも健康はいい栄養を入れて、水をしっかり入れて、そして血液循環を良くする、リンパの流れを良くする、温めていくってことをやるとね、ものすごい良くなる。ですから胃腸が弱ってた場合にはね、こういうところを温めながらこういうことをやったら戻るのが早いですから。ですからこういう温熱器をね、これなんかこうやってお腹にね当てて温め続けて寝るわけです。もう僕もこれ何年、15、6年やってますね。でも全然違うの。だからこういうことをね、ぜひね、お金がかかる話で恐縮ですけど、あのね、無駄遣いするんだったらちゃんと貯めといて、無駄遣いいっぱいしてるでしょ。もうね、100円、200円、1000円の捨ててもいいようなものいっぱいあるでしょ、皆さん。ね、余計なこと言ったんだ、僕は。はい。あるいはね、精神病は脳神経系伝達物質などの栄養欠乏で、ニコチン酸アミド、ビタミン B3 ね、B1、B5、B6、B12、葉酸、ビタミン C、ヨード、こういう栄養が足りないと精神障害起きるってわけ。こういう栄養も足りなくて。ってことなんですね。ですから、腸と心っていうのは、栄養という観点から見ると全く相乗効果なんです。胃腸は悪い、腸内細菌はない、でも元気がある、そんなことは言えないです。そしてね、性格が歪んできたりしますからね、okay、はい。それでね、こういうことも覚えておいてくださいね。アメリカっていうのは大したもんです。1940年ですよ、ずいぶん前に。生発した小麦粉に栄養がないって分かったもんだから、栄養を戻す強化が行われてるの。ちゃんと一回生発したやつ、制約しない方から栄養を取ってここに入れてるので、そういうことやってるってこと知っててください。日本に売られてるやつはまるで戻してません。いつまででも腐らないしね。なんかスーパーの棚からパスタがないんですってね。で、日持ちがいいから永遠に腐らないようなものを食べますか、皆さん。食べない方がいいと思いますよ、はい、ということです、ね、ですから、あのぜひね、腸内細菌のことだけじゃなくて体全体、これが必要ですから、この栄養をどれくらい取れてるのかなって見直してみてください。そして結局最後はこれなんです。いい野菜を取る、取れない人はこういうグリーンや人参で補うしかないですから。で、それをしっかりやると体がちゃんと違いますから。でね、皆さんね、信用 YouTube の方信用しないように聞いてくださいよ。あのね、自分の体で試してみるのは最初1ヶ月、できれば2月ですね。しっかりやったら分かりますから、そういう体験をね、ぜひしていただきたいと思います。 YouTube 一回これ終わります。またお会いします。